こんばんは流れ星ありがとうございます今日のメールの写真水色のやつかな水色の青春グローリングの衣装を着てる時かな結婚して青たわりです あれかなやっぱねここはってちょっとねなんかね制服似合うんだと思うんだけどどうかな <laughs> 自分で何言ってんのって話だけどさどうかななんか制服とか似合っちゃってないかな違うかなうわホーム画面ットです嬉しいホーム画面ゲット クッキーありがとうございます大好きありがとうございます自分で言っちゃうとねさすがに自分で言っちゃうと中坂さん、七海さんとこ出てるねおんよなになになにどういうこと制服めっちゃ似合う <laughs> 優しい確かにめっ,め,っめっちゃ顔でしためっちゃ顔でした嬉しいやったありがとうございます言わせた感もある 同級生もうそうしてにやついたあっもうそうしてね <laughs> イエーイバレンタイン渡せんこアシスト上手なココハさんこんばんはえ私そんなことしたことないんだけど <laughs> そういう印象ってことめっちゃおもろいじゃんあと5日は清楚系女子高生でしょ JK クッキーありがとうございます。<laughs> 結婚して。おことわりです。お生正待ってます。ちゃんとそくお嬉しい。やっぱねー、制服、ブログの感想メールはね、届きました。ブログの感想メールは届いた。届きました。 たありがとうございます2回お断りしちゃいましたあーねそうすでもね最終的にはアシストしてないなんかねココミンがココミンってアンズさん大好きじゃないですかでその選抜入りアンズさんがしたからプレゼントを渡したいって言っててででもなんかまあいっぱいさ人がいる時に渡すのってやっぱ緊張するじゃないですかでココミンも緊張しててでアシストをしてあげようと思って 出たんですけど、まあでも結局は自分の力で行ってましたね。ここになのでアシストはしてないです。流れ星たくさんありがとうございます。嬉しいそうなので、結局はアシストはしてないんですけど。放課後の告白みたいな <laughs> ね。ちょっとは確かにどんどん字数をどこが限界なのか？ 三月十七少しおい嬉しい早起き一緒に頑張りましょう。<laughs> こんばんは。こんばんは。無音です <laughs>。無音です。こんばんは。 二人で笑ってたそのコメント見たかったあコントこんばんはクッキーありがとうございますセタさ当たった見た気がする待ってます <laughs> アンズさんサイリウムの好きに私のも振ってくれると嬉しいですごきげんよう今日は前髪分けてない綺麗に分けてない なんかいつもさ適当とかあるけど今日はまっすぐでやりました3月分しかまともに確保してないからえー、ありがとうございます夜ご飯をゆっくり食べてくださいねレナと一緒に着ようって言ってます今 同じ日にクッキーありがとうございます今日はなんか久々にめちゃめちゃ笑いました <laughs> 面白くて楽しくてめちゃめちゃ笑ったんですけどまたお話できる時が来たらお話ししたいと思いますグーグーありがとうございますハートありがとうございます 気になるでしょ気になるでしょう嬉しょうすぎるこちらこそ嬉しすぎるーここ最近あと何日でここちゃんに会えると毎日おい本ほんとじゃんあと2日じゃん意外とあと2日明日あさってだもうあさって制服の公演ですいやーびっくり意外とあさってでしたやっぱ日が経つのって早いですね 気にならせるの確かに得意かも気にならせるの得意かもしれないそうなんか久々に笑ったって感じ公演視線えー重いのかなこうもっともっと出たいよ <laughs> 寂しいもんもっと出たいよ制服の目もうあさってのねあさってはゆうねさんが 初日ですね。ゆうねさん。うん。の初日が十七ですよね。十七。十七、十七なんかね、割と。行くよ、行くよっていう声を聞いた気がするので。楽しみです。ね、あと一週間で生誕ってことはさ、あと一週間もせずに。 さつきちゃんは23が初日なので17はゆうねさんだけですね初日なんか生誕祭が来るってことはもう誕生日迎えるってことじゃないですか19になるよやばいですねほんとにやばい全然準備してない <laughs> 流れ星ありがとうございます配信税よろしくですクッキーありがとうございます17に誕生いやー全然早くないです <laughs> もう3日前ですもんね是非待ってます おめでとうの声を <laughs> こんばんはまだ19やんって思うじゃんなんかねなんかね自分よりさ若い子達がいる中にいると19でもねもう19だってなる誕生日当日に生誕ーー祭に確かにな 確かにやばいね誕生日やば誕生日です19歳最強説をしたえそうなのじゃあちょっと最強になるなるね <laughs> やば19歳って最強なんだやったーじゃあ最強になりたいと思いますえ <laughs> いやなんかそうなんだけどねそうなんだけど 大人感。大人感あります。大人感ある、それは。いいか、いいことかな、いいことだったらいいな。<laughs> こんばんは。あ、生誕祭待ってます。待ってます。こんばんは。一年後は二十歳になりたくない。いや、絶対いってると思います。 普通に多分普通に言ってるね言ってます絶対いやわかんないな二十歳えー、若い改めて聞くと若い若いなら行っか <laughs> まだ若いなら行っか若い若いかな <laughs> 若い若い若いよねまだまだ若いよね 自分の年を痛感する <laughs> 中そうね最初中3と思ってたけど今は年相の乗せてな女性です <laughs> 待ってやばい中3に思われてたのがちょっと面白い、まあ、年相が一番いいかもしれない女性が年を取りたくないって思う平気確かにでもここは年を取りたくないわけでもないかなむずいよねむずいんだけど 年を取りたくないわけでもないんだけどっていう感じかもあとありがとうございます二十歳を超えたらえー、じゃあまだもうちょっとでも自分がさやばい20代になるの全然わかんないまあまだあのまだなんですけど <laughs> 次19なんですけど <laughs> やッほー45年は時が止まったままいける <laughs> いいせまあそうねピンクのオープありがとうございます二十歳の壁は大きい勝手に12期オーディション高3までしか無理だと思ってたから最初高校生だと思ってた <laughs> そうね18歳応募の時点で18歳までだったからそう本当にねギリギリだったんですよ私そうそうそうだから応募の時点で18歳だからショールーム審査やってる時は 結構19歳の方とかもいましたねそうそうそうそこはね優しい大人も楽しい <laughs> おいおお音符ありがとうございます <laughs> おお買い物してたんだ老けたくない確かにバラありがとうございます2月生まれだとちょっと年取ってない感はある確かに2月生まれのいいところ二十歳超えたと思ったらあっという間に2年経ってた20から早いとそうなんだでも言うよね なんかどんどん年を取るにつれて早く感じるのは新しく吸収することが少なくなってみたいなだからどんどん新しいことに挑戦していけば長く感じれるかもしれない <laughs> その年齢基準でね本当にありがとうございますですそれがもう高校生までとか言われちゃった時にはもう私はいませんから <laughs> クッキーありがとうございますそう来年来年今年 来年成人式です今年分かんないけど来年か1月だから来年ですね成人式ですねケーキポップありがとうございますこんばんはこんばんは成人式もねこんばんは初見コメントありがとうございますこんばんは成人もしちゃいますから成人はしてるのか18だから。 19, 19, ね、19歳になります成人式の振袖ねなんか選べるとしても何色がいいんだろうね全然考えてないな成人式の振袖年を気にするようになったら1年がってよ。なるほどねでも割とこの1年18歳の1年も18歳になった日,日をめちゃめちゃ身近に思い出せるぐらいには あっっといいう間だったかもしれない <laughs> 生活が変わらないと大人になったかそうですねでも割と18歳で一人暮らしをこう始めてるからその点ではあれかもね <laughs> 自動車免許はあんま取ろうと思ったことがなくてかママが運転する車の助手席に乗ってるのとかはめっちゃ好きなんですけど自分が ととかあんまり考えたこがなくて <laughs> そうあとはちょっとやっぱりなんかその社交に通ってとかあるじゃないですかそういうのがちょっと面倒くさくて <laughs> 本当に面倒くさがり屋なので、ね、自分あとちょっとあんまりそういう筆記とかの勉強とかもしたくないし <laughs> だから今んとこ撮ろうとかあんまり思ったことがないんですけどこんばんは黒の着物と。 パンダから <laughs> 去年の自分の誕生日何してたか覚えてないおえーじゃあいいじゃないですか一年が長く感じれてるってことかもしれないマリーンさんは成人式の写真あんま載せてないんで21になるときにあそうなんだじゃあ私はちょっとじゃあマリーンさんの後悔もあの学びに変えてたくさん載せたいと思います <laughs> まだちょっと先なんですけどね <laughs> マリーンさんの車乗りたいな 免許取り立ての頃は運転楽しかったけどあ、そうなんだ乗りたくなくなるの <laughs> そう免許面倒くさいなっていう前回の誕生日思い出すぎるよそうなの自転車自転車もね自転車好きだから乗りたいんだけどね自転車運転そうよね利便証明書になるのはいいよね、まあ、こ,こはマイナンバーカードあるから いいけど <laughs> 広島社交ですね確かにいろんな呼び方あるよね自動車学校って広島社交ですねママチャリで <laughs> ママチャリ乗ったことないなこんばんは名古屋も社交あと何があるんだろう普通に自動車学校とか教習所 社交珍しいのかな広島はもう社交ですね教習所とか行ったことないもんな教習所教習所時工あ自動車学校なんて読むのじ自社校。自社校？<laughs> 社<交> <laughs> それは自社校なの読み方は。 ドライビングスクール長, <laughs> 長いってやっぱ車高がね一番いいと思う短いしええー、やっぱ車高自車高なんだ自車高車高でいいのにね <laughs> でも愛知も車高ならねそこはギャップ感じなくて済む ドラスクかっけえピンクの自転車で酒を爆走してた某終身研究生社交伝わらないそうなんだ伝わらないまでいっちゃうんだ <laughs> こんばんは教習所とかやれても多分ここは通じるけど社交こんばんは社交ですね自恋。 なるほどね確かに車の高さなるほどねそれはなるほどって感じ <laughs> 時効を聞いた時になんだこれ確かに時効って言われてもわかんないかもクッキーありがとうございます <laughs> あとありがとうございますこんばんは自動車学校確かに自動車学校って言えば間違いない絶対100%伝わる <laughs> まあ行く気はないのですけどいつかまあ行きたいと思った時に <laughs> 行きたいと思います免許貸してくれとるのがあそうなんだ一回なんかさでも おばあちゃんおばあちゃんここのおばあちゃんが車の免許は取っといた方がいいよっていうことでなんか一回車高に行ったことがあるんですよなんか説明聞きになんか資料もらいになんかおばあちゃんと一緒に行ったことがあるんですけどねでも恐れっきりです <laughs> そうおばあちゃんは取った方がいいよって言ってたけど 車の免許取れるとかメンバーは確かにいつ撮ってるんだろうええー、わかんないトヨタ、マツダね身分証明書だよねみんなもうね乗らない人は握手会の時に確かにねご飯もさライブとか行く時まあ学生証があれば学生証でいいんだけどマイナンバーカードにしてました 身分証に30万かける気にはなれないんだよそうだよね結構お金かかるらしいよね <laughs> 12期生はええー、嬉しいですそれで制服フを見に来てくださってくださるのめっちゃ嬉しいです嬉しいやったーありがとうございますやったやった ね、若いうちがいいよね絶対ね、まあ、気が向けば <laughs> ね高校生のうちにさもう誕生日迎えた人とかはさ撮ってる人とかもいたの同級生ででもなんかね時間もなくて、まあ、撮りに行こうとかも思ってなかったんですけど別に高校生のうちは <laughs> でも普通に時間もなくて そうだから免許取ったんだよねって言ってる人がいたらでもいいなぁと思ってましたねああ仕事で必要ななるほどね今運転手の怖い <laughs> 気が全く浮かなそう正解大正解「げんちゃ」「げんちゃ」こんばん早生まりそうねえー、体調良くないの お大事にです今ねそうね急に暖かくなったからさまた季節の変わり目で体調崩しがちノーベンで合格さすがじゃんえマリンさんエンジコスープラやあるの絶対可愛いじゃんお母さんいくお願いしますえココハがお母さんああそういうのあったらねもう車はね確かに。 ゲンチャリって何駅から近いしあモールねモールも徒歩5分だったからとっても車の確かに乗らなかったらね一度も使ってないあバイクねえー、バイクねバイク撮ってる人とかいたのかな高校生の時に 車はね、もうなんかみんな撮ってたけどみんなもうなんか進路決まったら撮ってた免許周りの人 <laughs> みんな撮ってたよすげえって思ってた誕生日ねそうねそれこそもうめっちゃ早い早生まれじゃなくてもう。 早くに年を重ねた人はほんとに撮って早くとってたからねすごいよね安心安全のゴールドメッキすごタイヤ4つ付いてないって怖いえじゃあ車いいじゃん <laughs> おはようえ友達の運転乗ったことない そんな友達いないよ <laughs> ええー、友達の運転とか乗ったことないけどねお姉ちゃんの運転なら乗ったことあるけど友達の運転とか乗ったことないよ <laughs> 乗ったことないよ確かにバイクちょっと怖いよね高速で禁止だったえー、でもコカも禁止だったような気がするけどなんか先生がなんかあのなんか バレななないいようにみたた言ってた記憶がある <laughs> なんかそのめちゃめちゃ厳しいとかじゃなくてバレないようにみたいな言ってた記憶があります生誕祭13時間員ですよそうですよ初見コメントありがとうございます悲しいです。いや友達いるんだけどなんかね年下の友達が多いかもしれないなんかさ さあ、まあ、学校とかだと同い年とか先輩とかもいるけどさあのー、それこそスクールアクタースクールとかでもなんか年下になったことがなくて <laughs> 年下になったことがなくてなんかそうなんですよ常に上にいる上上立場とかじゃなくてね <laughs> 年齢最年長最年長とか年長組でいることが多くて何かとねだから年下の友達が多いかもしれないあ,ありがとうございますえ昼公演ですよ皆さん私昼公演です23日 <laughs> 大丈夫来れるよね <laughs> 高速で確かにでもね先生がねなんかいい感じにバレないようにしてくださいって言ってた え、1時なら行けてたのじゃあトレードにかけよう。ねえ、みんな、1時ですよ。1時開演です。<laughs> 広めて、この事実。<laughs> お願い <laughs>。<laughs> ここには、確かにここにはね。みんな、おし、うえ、うしい、その有給の取り方、最高。ありがとう、おしってを言ってくれて。<laughs> 慣れてるねえみんなだねみんな1時だよで <laughs> みんなみんなちょっと広めてちょっと広めてください1時間員でって、ね、<laughs> 今すぐ広めてお願いんかえなんか俺れ人いないってなるから <laughs> 今すぐ広めてください日帰りできる嬉しさね広めて今すぐ 今今すぐ今すぐぐ広めて確かに開演時間 <laughs> そうだよ昼のだよ13時だよ <laughs> 間に合うかな待って間に合ってそれは <laughs> 待って嘘でしょ1時だよみんな13時だからね <laughs> ねえやだ徐々に増えてくの面白くないよ <laughs> 大丈夫外れてるから <laughs> 悲しいこと言わないで。 みんな13時だよそうねすぐ終わっちゃうよこんばんは <laughs> 途中参加やめてあな前乗りなら安心1時までには起きてなんならもう12時には起きてて <laughs> クッキーありがとうございますあ仕事お疲れ様です スピーチに満席満員なら政府政府じゃない <laughs> みんな間に合って開演にこんばんは皆さんあの知り合いであのもし23日入りますという方を見かけたらあのもうしつこいぐらいに一時開演だよということをあの言っていただけると嬉しいです <laughs>。 流れ星ありがとうございます。昼公演で幕開いてくるせねめっちゃ悲しいからあのめっちゃ悲しいから <laughs> 自転車 <laughs> 自転車すごいな。確かにチェックアウト。11時チェックアウト。おい怖いいにこれ一時に起きるの後かっこいいありがとうございます。チケットセンターからはいおえそんなの来るんだ。嬉しいじゃあこれでもうバッチリですね。 怖い猫ちゃんありがとうございます一人やばい客席一人悲しすぎるクッキーありがとうございます皆さん可愛い,い何これが可愛い嬉しい <laughs> 猫ちゃんこの前も誰かにもらった気がするけどなんか新鮮な気持ちの猫ちゃんだったあそういえばあれねあの二十三日に初日を迎える あこれ言いたかったんだった忘れてためっちゃ「朝一…朝一あなんだやば頑張って <laughs> あのブログに書いたんですけど初日のその23日に初日を迎えるココちゃんとさつきちゃんのコールはさつきさつきらしいお母もねびっくりしたんだけどさつきらしいですで ここちゃんはこっちゃんだったよね <laughs> 自分で書いときながら忘れたさつきちなんだけどコールはさつきらしいのでそうまあ広めていただけるとありがたいなと思います <laughs> でねそうブログに載せようと思ってあのー、そうさあちゃんではないのでそうコールはさつきらしいのであのー 広めてくださいこいこいじゃないよこっちゃんですあの南沢ココちゃんのコれはコッちゃなのでビームはち聞いてないわでねその間違いブログに載せるからあのちゃんとね聞こうと思ってね LINE をしたわけですよ2人にあのコールの名前教えてってしたらあ <laughs> めっちゃ可愛かったエピソードなんだけどさつきちゃんがねさつきちゃんに「さつきちゃんあのコールの名前教えて」って言ったら <laughs> 文面でね「超絶可愛いさつき」<laughs> そのあの「超絶可愛いっていうのを <laughs> 打っててびっくりしてあ <laughs> さつきなんだって思ってびっくりしたんだけどその前にさ「超絶かわいい」をつけて「超絶かわいいびっくりマークさつきびっくりマーク」サツキビクリマークって言ってて「これにしようと思ってる」って送ってくれて「え何それかわいい」みたいな「こんなかわいい生き物いていいの?」みたいな <laughs> これもうやばブログ上げてすぐ言おうと思ってたの忘れてたそうそんなねエピソードが裏ではありました かわいいでしょうそう超かわいいエピソードがありました <laughs> そうまたなんかまあゴールね変わるとかだったら 発信があると思うんですけどコカが聞いたブログの日に聞いた段階ではお二人のコールはそういう感じだったのでね把ハークよろしくお願いします <laughs> またねわかんないけどそうなのよピュアなのよさやちゃんはさやちゃんだと思う多分 あのなんだゴロゴロであってる敵にさやちゃんな気がする分かんないわかりません流れ星ありがとうございますまたねさやちゃんも初日が決まったらまた聞こうかな <laughs> ゴロゴロ そう文面で書いてあったのめっちゃ可愛い。結婚して。あ、お二人です。本当ありがとうございます。コールね。こくはのコールは、まあ <laughs>。それでもいいですよ <laughs>。あんまり変わりがないのでね。超絶可愛い。超絶可愛いコールは、もう。めちゃめちゃする側でしたね、私。 やって呼ばれたいの初耳だわ呼んでみようかな今度さややんさややってえでもさココハさ高校生の時にささやさやっていう名前のお友達がいたんだけどあ,のあだ名さややんだったはななみたいだけどささややんだったうんーだったさややって呼ばれたいんだ初めて聞いた呼んでみよう今度さややココハのコから思じゃないよこんばんは初見コメントありがとうございます えここコールもしてくださいサーヤンサーヤンはもう高尾さやかさんサやヤヤン確かにの意味ご飯はをしてみません <laughs> すごいよねなんかさ同じ名前でもさめちゃめちゃさあだ名あってすごいよねなんか同じ名前の別人でやっぱ あだ名とか違ったりするからすごいって思ってるあえー、松浦亜矢さんが由来なんだなんだっけ?「桃色の肩もいい恋してるまじまじと見せてる」<laughs> 絶対違う「胸がキュルル桃色のファンタジー」 おさやって呼んでる <laughs> あココミンココミン泣いてんだけどどうしたココミンなんで泣いてるのう馬ありがとうございますココミンなんで泣いてんのココミンミツキッツアの調査住んでるはずなのでココハとマリンちゃんのラジオえー、ココハもやりたいですマリンさんマリンさん ココミンどうしたの泣かせてないよハロも好きなので泣いた <laughs> ドクターストップがかかるほど恋落ちしてるわ先輩とのラジオ「今度見れるかもしれませんよ」とか言っとこうっと <laughs> ね、マリンさんの生誕、いつ花粉症ね、今日はね、大丈夫だったそう、う上天ラブここみんどうしたの意味深だよ泣きの絵文字だけ、置いて <laughs> こんばん初見コメント、えー今日なんかめっちゃ初見さんコメントくれたりする嬉しいありがとうございます 一気にマキコさんとかもうね一気にとかじゃなくて、ね、初回でレナがマキコさんとやってるのよ <laughs> ジョーカー今日花粉えな、ー、んでだろう雨降ってたからかも雨あそういえばさ傘買ったんですよ <laughs> なんかこっちね引っ越してきてからそんな大雨が降ってることなかったのでなんか俺日傘は持っててでなんか その日がさ雨でもさ使えるやつ兼用みたいな雨でも使えるやつだからなんかそんな大雨降ってたことなかったしそれで賄ってたんですけど今日はなんか雨降ってたから買ったんですよ折りたたみ傘をやっとね買ったんですけどあの使わなかったです <laughs> なんか買ってから屋根があるとこ歩いててでかえ帰り用事が終わって帰りは。 なんかちょっと小雨だったのでなんか刺すほどでもないなって思って <laughs> 結局折りたたみ傘買ったけど使わなかった今日一日え今日花粉大丈夫だった信じてませんハ <laughs> ートありがとうございますお初見コメントありがとうございます そう。そう、小雨は刺さなかった <laughs>。やねる。確かにクッキーありがとうございます。なんかうんだから日が日傘じゃない。折りたたみ傘が活躍できる日が来るようにちょっと願ってます。雨はあんまり好きじゃないんですけど <laughs>。せっかく買ったので。 確かにねなんか大雨とか降らなそう名古屋知らないしゃべあ買ってくれたのありがとうございます使わないまま <laughs> やば雪は確かに雪はもう刺さ刺さなそうここは雪ってね傘さすのかささないのかわかんないねちょっとあビニ,ール傘、えー、ビニール傘ねえビニール傘ね ケーキポップありがとうございますお嫁チョコゲットしましたいいですね大阪も雨降ってるんだとんでもない豪雨になるんだ決済忘れ物僕がちゃんと決済してからそのうち <laughs> 大雨そうフードとかでねやっちゃうよね雪だと。 ビニールガスにチャームつけるとしたら何つけたいうん,いんサメニャンサメニャンさ今ファミリーマートでさなんかコラボみたいなしてたってなんか見たんですけどなんかキャラメル味がほとんどででここはキャラメル味をあんまり自ら選ばないんですよだから買わなかった <laughs> なんかコーヒーのカップもうサメニャンみたいな やってたんですけど僕はちょっとアイスカフェラってしか飲まないのでちょっとねやめたでもねそのカップになんかサメニャンだけじゃなくてパンダの着ぐるみニャンのやつもあったからちょっとわあいいなーと思ったけどやめました <laughs> <laughs> 確かに雨宿りいいね風が吹いてて電車が遅れ <laughs> 風でやば風で埼玉風が強いんだ 電子降りたら読んでた <laughs> パンダいやキャラメルね好きなんですけどキャラメル味とかはあんま自分から選ばないかもしれないって感じ「え、ファミマ行ってみてください今ねサメニャンそう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 今コラボ中なんですよそう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 毎日やってるのに知らなかったの 確かに SK 劇場は8番出口直結ですのでねパンダが <laughs> パンダに食べられてるんだよねあれはそうなんかほとんどキャラメル味でした緊急性公園 DM、MM、m 単品で購入し見てるけどえ嬉しいありがとうございますしかもそれを言いに来てくださる優しさやば嬉しいやばい私がめちゃめちゃ好きなのパフォーマンスを褒められる やばめっちゃ嬉しいどうしよう嬉しいえありがとうございます嬉しいありがとう嬉しい <laughs> やったー嬉しいあそう黒蜜も自分からなかなか選ばないや種類のもので <laughs> そうなんですよパンダのね着ぐるみ着ようと思ってるよしゃ会買いで 明日、家を確認してみてなんかコーヒーのカップはなくなり次第終了って書いてあったからこんばんはこんばんはそう今ファミマにサメニャンいっぱいいます <laughs> いっぱいいますクッキーとかスイーツ系のコラボとコーヒーカップコラボしてます そうなんですよ可愛いので人気あるからね確かにすぐなくなりそうコーヒーぜひぜひ朝のお供に可愛いカップだとテンション上がりますコカアちゃんステージに寝たのえめっちゃ嬉しい嬉しい安心してさ見てもらえるってすごい大事なことだと思ってて急に語り出すけど <laughs> だってさなんかこれ言ったことあるかでも。 ないですかなのにさあちょっと今ミスったなとかちょっとなんかキョロキョロしてるなっていう瞬間を目撃するとするじゃないですか皆さんがそしたらもう楽しむっていう楽しいっていう以外に意識が向くってことが嫌なんですよ告白派的に <laughs> だからそう言ってもらえるのは嬉しいですね楽しんでもらいたいのにさ楽しい以外の かまあ感動とかならいいと思うんですけどそういう感情が生まれちゃうってことがあお茶派なんですねいいねお茶こ感を好きステージ見てほしいんよ次いつ見てくれるかなこんばんはまあかといって私もミスしないわけでもないんですけどミスとかもしちゃうんですけど <laughs> しちゃうんですけどそう推ししか見れない え、じゃあここはだけ見てください。<laughs> 信頼的え嬉しいな嬉しいなこんばんは。<laughs> 無糖の紅茶をお茶代わりに飲んでます。<laughs> クッキーありがとうございます。ここは 緑茶かウーロン茶ですねお茶は飲むとしたら緑茶かウーロン茶を日々飲んでおります <laughs> ほうじ茶ねほうじ茶ねあったかいの飲む時はほうじ茶がいいよね炭酸水かブラックコーヒー炭酸水飲まないな同じ <laughs> すげえ えー、多いよ茶のコイン飲んだことないかもしれないもしかしたらアールグレイが一番好きですあほうじ茶派の人も結構多いなほうじ茶あったかいのだっほうじ茶とか飲むかもだけど冷たいほうじ茶あんまり飲まないなごま油初見コメントありがとうございます黒ウーロンあ黒ウーロン黒ウーロンの二連ちゃん黒ウーロンも飲んだことないな今日は緑茶 ジャスミンジャスミンめっちゃ一時期ハマってましたあーあああ冷たいほうじ茶当たり外れあるんだ <coughs> ジャスミンは本当に一時期めっちゃハマっててでもブームは終わりました麦茶あんま飲まないな 産産麦茶多いおおよ茶ん <laughs> クッキーありがとうございます生茶ねーほうちゃらってねねそう麦茶あんま飲んでない今はねなんだろう緑茶かなコーヒーマシーンいいね台湾あ あれ、ね、ココハもねあれ飲むけどなんかウーロン茶にハマってた時期高3の,の時とかウーロン茶にハマってたんですけど毎日あの買っていってたんですよそのレッスンにウーロン茶を。でもウーロン茶にその時ハマってたからそのファミマしかさ寄る時がない時に。 それだとちょっとあ私は普通のお茶が飲みたかったのにーってなってたけど美味しいですよね <laughs> えー、いいね麦茶あるの <laughs> 普通のお茶がめちゃめちゃ薄く感じじゃう <laughs> センブリ茶飲んでみたい。 センブリ茶とか飲んでみたいどれぐらい苦いんだろうどういう苦さなんだろうって感じかも何か濃茶を飲んだことがあるんですよあのー、日本の文化の授業をしてたから高校生の時に <laughs> だから本物の濃茶を飲んだことがあるんですよだからセンブリ茶ってさどんなどういう系の苦いなんだろうって気になってる。 双剣美茶ブームはめっちゃちっちゃい頃にあった非公式に非公式ね呼ばれたいなスポドリネこはスポドリ系だとあのあれが一番好きですなんだっけグリーンだからが一番好きスポドリ系はねセンブリ茶飲んでみたい結婚してあんたあすっぱ苦いなんだ 酸味があるのへえさ、ー、らに気になるアクエリアスハ感情が忙しそう <laughs> 感情が忙しそ,うそ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 うグリーンだからねポカリ薄ポカリの薄いのなんてあるの えグリーンだから美味しいですよグリーンだから好きですスポドリ系だとあポカリ水割りしてんの <laughs> 薄くしてるんですかセンブリ茶ばあちゃんに飲まな <laughs> 健康にいいのかなセンブリ茶っててててて こんばんはこんばんはほうじ茶クーのマスカットねねここはさ一時期さ一時期マック行った時にクーの白ぶどうにしてたんですよだから 見かけたら買ってみようかな <laughs> あんまね最近あんまジュースとか買わなくてカフェラテを飲んでるんですけどよく見かけたら買ってみようかなクーの白ぶどう一時期ハマってたから確かにね体調悪い時ねライチのやつ好きあーソルティーライチね美味しいですよね こタイプねあー水色ポカリかあれって薄いやつなんだオロナミンシートクけるやつえー、そうなんだえ確かにここはもうなんかトップバリューとかの安いスポドリの味とか結構好き <laughs> えー、センブリ茶っていいんだ ポカリとオロナミシーオロロナナミミシシが美味しいよねカフェラテね確かにジュースではない気がしてるけどどうなんだろうね <laughs> 確かになむずい粉ポカリボトルにえっ、ー、ここはもうやってたかもねここはもう一時期絶対マック行ったら白ぶどうっていう時があったわ <laughs> アミノバイタル サミノバイタル聞いたことあるのこんばんはマックカペルテそうそうなんかね高くなったんですよ <laughs> 値段がねあ白不動サイゼリアにもあるんだトンプガリーいいよね <laughs> ファンタムロンもいいよねたまに飲むとめっちゃ美味しいって思う左右確かに左右にたどり着くかもしれない えセンブリちゃんいくもんだって横浜なんかモリ多いからな。うん二十三日公演当選しました。じゃあココミンとイワニアンですかの合間に私も見てくれると嬉しいです。<laughs> よろしくお願いします。 ええー、わかんない。ショールームって名前出すのもいけないのかな商品見せるのとかはいけないのかなわかんないよね。これちょっちと基準がよくわかんない <laughs>。スーパーの安いウロン茶。あ、おいしいのゼロコーラね。ねえ、バイオやめて <laughs>。バイオやめて。学校の安い。確か水いいよね。オレンジね、オレンジいいよね。自動販売機最近左右売ってますよね。冬とかやってるイメージ、左右。 ドクター・ペッパードクター・ペッパーってなんだクッキーありがとうございますボディーメンテおー生誕サイト応戦しましたじゃあココミンとアンズさんの合間に私も見てください <laughs> あそうディズニーはダメなんだけどねサイって結局なんなん確かにそれはドクペドクペって呼んでんだ サスケ,サスケあコーラの一種なんだトライアルやっぱ知らない言葉がたくさん「ナルト」っ <laughs> て何の話してるんや <laughs> 何何,何でもさ、なんか 押しサークしてるよ心ここはちゃんも気になってるからしっきてる <laughs> ありがとうございます <laughs> そりゃあね知ってますよ知ってますよ <laughs> あんにん豆腐食べたことないな体に悪そうな感じがいいあ五5 0ぐらいも一回沸騰させて冷ますんだね大人の話からはく なんか知りたいですねもちろんおい <laughs> あそういうことメインココハで振ってくれるの優しいありがとうございます確かに左右打ってるね押し屋服待ってしてないよしてないしてないそうそうおし屋服とかしてないよたまたま知ってただけたまたまあの知ってただけ <laughs> たまたま知ってただけだからちょっと すいません知りませんよ全然知らない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 たまたま知っててやっぱ知ってることは言っちゃいたくなるっていうことで言っちゃっただけでたまたまですね <laughs> もう無理いやでもほんとたまたま楽しいいやでもねもうプロフィールをねここ走るようにしてくれてるだけで幸せなので嬉しいです ノートとかないよ <laughs> そんなねなんかね几帳面なことできないんだよね A 型だけどもの <laughs> 知りですそう、まあ、超能力者だからたまたまならセーフでしょうえここの音作ってる方がいるんですかたま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 知ってたよみたいなえ嬉しいよ本当に。 えてかさあのさなんかマリンさんには「なんとか」っていう名前で把握されてますみたいなその名前がなんかちょっと面白かった <laughs> なんでそのあたりはわ楽しみ超なるか本当にやめてあっそうなんだひめたんさんかわいい <laughs> デテスノートじゃないよ あ、23日公園行きます。楽しみです。お待ちしてます。お待ちしております。お待ちしております。浅いわけ、浅いんかーい。荒の音経験者のかい。<laughs> やばい経験者。楽しんで把握されててほしい。えー、柿沼だから、柿沼だからな。柿沼っていう感じだよね。 あそうなんだすごいねとりあえずだったら「ええー、ぜひ申し込んでください」確かにね3本ってむずいよねア <laughs> ーハハ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  情報収集の <laughs> 情報収集をしたことはないんですけど情報収集をしようって思って情報収集をしたことはないんですけどね <laughs> あ超のやっぱ超能力者なんですよねやっぱりやっぱ超能力は持ってますよねインプいやでもね結構 わかんない長期記憶できるかわかんないな眠いんで起こして起きて <laughs> なんかさ学校とかでもさ小テストとかはさなんか直前にさ見てさしたらもう大体満点取れちゃうみたいな短期記憶めっちゃ得意でだけど長期記憶はわかんない得意なのかなそこはちょっとね怪しいですね情報収集そんな得意じゃないけどね 今日もかきの丸めかえー、途中行ってたと予想するけど行ってなかったんだ <laughs> なフえー、それはすごいね短期記憶めっちゃ得意んですけど私の推しはおしりんさんとここはちゃんとレなだよねここはちゃんも入ってるよね <laughs> 人の心で、ね、読める 去年の今日それは覚えてないわ今日とか <laughs> 今日とかはちょっとさすがに覚えてないですね去年の今日むずいって <laughs> こっそり、ね、嬉しいありがとうございます今日は今日は今日はね僕はどんなふうに思われてえでもあのすごい キョムキョムプリンを気に入ってもらえて嬉しいって思ってる <laughs> 僕の推しはここはちゃんですよねでもまあヒメたんさんとかもですよね <laughs> もちろん入ってるやったー わかんないおしばれだあねっキキャンプに何かココハが言った言葉をお気に入りにしてくれてるのって嬉しいよーえー、マリンさんの豚汁飲みに行きたいなください <laughs> くださいやっぱあったかい飲み物いいですよねあったかい飲み物 いいですよねえ母ちゃん楽しいやったーいや豚汁ご飯も好きだからさええ誰になの、うんうんうん、生誕の時は、まあ、いいなーあ無理そうでピエンそうそう博多の詩も知ってるよ半角ね 嬉しい豚汁あげるからコースターちゃう <laughs> えー、ココハもコースターも欲しいのにな <laughs> ココハのがあったら豚汁えー、ココハが作るとしたらココハが作るとしたらもうしばレばレだよココミットさつきちゃんだよねココハが作るとしたらなんだろうなえー 何がい,いと思も作るとしたらもう2月今2月なんてないんですけど今さえれば嬉しいなだってさよにココハが頭の中にいるってことでしょなめしとん汁屋さんえだからこコこコはなんかもた下,下準備とかもう早朝に起きてあと締め作業とかだけでもいいんで一緒に働きたいですね。 液状のお米やめて。自ら。確かに。確かに。確かに、ここはね。ここは茶干しなのやっかー。本当に嬉しい。イエーイ。おしって言ってもらえるの嬉しいんだよね。お味噌汁ね。確かに。お味噌汁もいいな。笹の葉。確かにな。でもな、なんだろうな。ドリンク。 もみじ,まんじゅ <laughs> ホットレモンうん白やばい <laughs> ホット系やっぱでもココアが良さそうだよね <laughs> 宮島のお水 <laughs> 揚げもみじココア揚げもみじね揚げもみじ本当においしい ココちゃん、えー、それはもう感じてる。ありがとう。ココハのココはいいよね。二月あったかいのいいよね。来年に期待。牡蠣のスープ、スープ系もいいよね。ストーチルもね。二十三日今日。 知ってるよん、待ってるよーん楽しみだなー、生誕祭17日も楽しみだなー S 公演も出たいなカキいいね。はたありがとうございます17日はあさってだよー、もうあさってあさって。<laughs> 知ってます、もちろん、待ってますよ。 確かに、ね、600円で出せるのかっていう話 K2 にもね頑張りますよ K2 ちょっとね K2 でもなんかこうやっに踊るのとかが得意じゃないのでめちゃめちゃ研究必要そうですねほんとね。 手綱は本当に分かんない <laughs> 出れるのだろうか <laughs> 出れる日が来るのだろうかっていう感じなんですけどいいねいいもねそういいもね出たいんだけどねいいいいいい照明がいいいいわ熱い熱熱熱々。あつ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  先生えう、ー、れしいなねでもいつかはね手ナよりもそうなんじゃないかな12期生に「鉄ナという,もうワードセラーも出たことないんですけどフフフ音圧ファンなええー、そうなんだケツもね 思いっきり変わるしてほしいな時間がない公園でおえそう見たいって言われたらもう出たいですよ <laughs> えー、やっぱそれぞれのチームの良さってありますもんね <目>と <laughs> そっかそうなのかなでもさいろんなさそのチームとか関係なく先輩がいるからさ出たいなって思ってるんですよねクッキーありがとうございますこんんばはこんばんは。こんばんは 目の毛なかついてるえこごは嘘どこ嘘どこどこどこそう,そうそうえ確かにミオさん切な毎回そう <laughs> 偏見だけど今日もね前回もいらっしゃった 気がするけどそう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 本当に先輩とお話ししたことがないので左上そうなんかついてるなんかついてるかなあ気づいていけない <laughs> 君ちゃんイメージ君さんも出てましたね この間前回かな前回出てたかな姫さんもね確かにね右上あ本当だよく見えたねすごなんだったんだろうすごっ綱 <laughs> もまあいつか いつかはねる見れると思うので気長に気長にという感じですかねあがにですお願いします 一つもない。ちラチャンチチャンチチャン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 チャチャンチャ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  私の脳内が読み取られている血液以外の信あっそうなんだぜひぜひとか言って <laughs> <laughs> こんばんはんこんばんはクッキーありがとうございます えめっちゃ嬉しいですそれ言ってもらえてまた入ってほしいですめっちゃ嬉しいなすごいね初日はやっぱりどんな評,評価というかさどんな見方をされるんだろうっていうのはやっぱあったのでそう言ってもらえると嬉しいですねいい入るあそうなんだ あ当然仕事はねたしそうねお仕事だとしょうがないですよねお仕事お疲れ様ですお仕事はねそうですよねしょうがないよね仕方のないことも生きていればいっぱいあって久々ですか制服の面 いいのあそうなんだねいやー意外にも k ツ2飲みまだ k ツ2、S、えー、嬉うれしいなそれうれしいなそれねそうね見に来てくださってて初日をね わすごいいいねそう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  K2 のさあのなんていうの芸術性というかなんか綺麗な感じを表現するのってめちゃめちゃ難しそうだなって思ってる高度な技術っていう感じ月一でいいから別の、ああそうなんだ生徒のあー片足仕事なの最近見ないけどね <laughs> ハロはいいねそういうイベント系の公演っていいですよねイベント系の公演いいですよね <laughs> ごはんもやっぱいつもとさ違う曲とか見れたりするじゃないですかごはんも S のアンダーでクリスマスとさあとは年始一発目に出れたのがすごい嬉しかったからそういうのっていいですよね記念記念行事 ケー, <laughs> ケーキポップクッキーありがとうございます嬉しい初めての制服の目ココハの生誕入ってくれるのハートのメガホンねハートのメガホンね持ってくださってる方結構いますねサンタさんそうサンタにもなれましたしあとあそうなん 少しずつ咲いてやからなその努力決して裏切らないいまだに未開封おえーすごっ未開封制服おい昔に入っててってことか結構なメンバーの制服の魅力 <laughs> それは不思議すぎるいけなダンあ,あ行のダンスおしめ見つけられない帽子かぶってるやつ ハートのメガホンメガホンメガホンバレンタインの MC のノリノリここはちゃんかわかったわおとといのですかおとといだっけ <laughs> バレンタイン、ね、の MC ねしりとりのやつか <laughs> 11日の制服のみに入ったんだけど第6巻のダンスえ 嬉しいし、伝えに来てくれてありがとうございます嬉しいなぁ嬉しいなぁそう、第六巻ね、結構なんていうか全部頑張ってるんですけど、頑張ったので <laughs> 嬉しいです星のチーム未礼だからか激レア公え今日なんか多いですよね、嬉しいなんでだ 宮島の握り天とかたばたことないかもしれない何握り天って第六感やねえなんかさ一昨日 S 公演でった時にいつだっけ忘れたんだけどみよまるさんがなんか歌ってて「女の子の第六感」って歌ってたのを、no、あの盗み聞きました <laughs> <laughs> 盗み聞いちゃったなんか歌ってましたねいつか忘れちゃったんですけど <laughs> 盗み聞きというかも <laughs> 歌ってるのが聞こえた聞こえました <laughs> 第六巻の歌がえ、嬉しい第六巻のさ、なんか歌もさ、そうなん、もうこれ何回も言うけどさコソロパートがないわけ全体曲でだからもうさめちゃめちゃルンルンで歌ってるんですよね女の子の第六巻とか 一人で歌えないからさ、他のところはめちゃめちゃルンルンなわけですよやっぱソロパートなんてもう最高歌うこと好きだからさそうめちゃめちゃ可愛いて伝わったんですねえ <coughs> 怖い発言 <laughs> 真ん中でえっも楽しかったよねでも今日8時間近くえー、嬉しいな えダンスしないかですかもうダンスねー頑張りますよー決定ありまくりですよーダウトの始まりねダウトの始まりえそうルンルンなんですよね女の子第六とか特にルンルンな感じで歌ってます <laughs> ルンルンで歌わせてもらってます東海道歌ってほしい全然いいですよ めっちゃ歌ってるっ歌っちゃいますよねココハが女の子の第六感で一番好きな自分が歌ってて一番好きなところはサンデリー雨が降ってきてお騒ぎが一番好きです <laughs> 三箇所ソロのパートあるんですけど最初の歌い出しのママからもラットドレスと 車に流れるビジエムのところとそのサウンドニングあるんですけど、そこが一番好きですね。<laughs> そこが一番好きです。ポジションセンターが好きですね。好きだけど、好きだし、まあ任せてもらえたら嬉しいなって思うけど、なんか端っこにいても。 すごく楽しいので <laughs> っていうのもあるけど、こんばんは。歌え上手くなりたい人です。<laughs> 結構歌ってるんだ。そうそこがね一番好きですね。第六感では。 ちね声ね声嬉しいよそこが好きですなのでそこに注目してみてください第6巻はね楽しいよね楽しいですよマジ全制覇したい ユニットはーい <laughs> はーい <laughs> はーいやばい声って重要だなわかりますなんかここ結構声フェチな部分があるのでやっぱ声に惹かれますねですねーすぐさ「あっこの人の声だ」ってわかる声って やっぱて敵だなって思うあ今の誰の声だろうとかなる時もあるけどあこれはもうこの人の声だってなるのもあるからそういうのいいですよね <laughs> マリーさんマリーさんはねでも全部好きだから始まりのソロダンスとかねやってみたいけどねでもなんかさユニットとかってさ全制覇はできてもさ おなもうユニットでさ例えばさもう第6巻をやってしまったらお同じ曲で違うポジションって、ね、なかなかできないのかなって思っちゃったりしてるからねどうなんだろうね。ねえみんな「マリンちゃんじゃん」とか言ってる <laughs>。 軽いとあ確かにうんうんしてるうんうんねポジションもいろいろやってみたいけどもう一回さそのユニットやっちゃったらそのユ,そのユニットやるときはそのポジションってなっちゃいそうだよねわかんないけど嬉しい他にはない声ですか嬉しいですミオさんのプレシャスか <laughs> 全ポジ確かに でできるのかなユニットでも別ポジとかマリンさんえそうなんだでもここはもう最初自分の声めっちゃ嫌われだちゃったそんなもんですよね <laughs> そんなもんですよねかけられちゃうの方たここはちゃんタッチするとか好き車にか車に流れる p g m 何かいい感じそこですねでも BGM にさココハがさココハがその車に歌ってる時ってそのタッチしていったら BGM を刻んでるんですよみんなって。それちょっとやりたかったですね BGM 刻みたかったですね。<laughs> えココハもそ,うそのパターンです自分の声嫌いだったけどみんなに褒められまくって好きになった系好きになったわけじゃないんですけどここはちゃんってダンスのこと言われても確かにしんめのポジションとかいやー難しくないですねもう何でも <laughs> どこでもどこでもですしんめでもどこでもですね 刻みながらってむずー <laughs> そうちょっと BGM 刻みたかったですねみんな刻んでるからさ <laughs> みんな刻んでるのでこんばんはでもおとといくるみさんと話した時もくるみさーん 何話したんだっけでも結構お話,お話できたんですよね楽しかったよー <laughs> ユニットの話とかしてたでもなんか似合いそうって言ってくださった枯れ葉もでも,もう枯れ葉は「もうくるみさんしかいないですよね」って言った <laughs> そしたらもう優しいから似合いそうだよって言ってくれた優しい。

優しい世界だよくるみさんもめっちゃ優しいからくるみさんって優しいからねほんっ本当に。にこの辺もねいつかやりたいですよ全部やりたいからあきしめんいいですねしめん後ろああ2人でやったらやばい <laughs> さん大人だし優しいしさつきねやめてそんな怖いこと言うのトランクにつきち入ってないから <laughs> まあでもね正久留目ってどうなんだろうねユニット固定なのかなちょっとあんまりよく分かってないんだけど <laughs> なんか全員こう出るようになったらさ この、まあ、2回連続同じメンバーとかでもさユニット変わったりしそうだけどどうなんだろうね <coughs> 確かに関西弁いいですよねねそうそう始まったばかりだからね楽しみですねこれからもずっと 待ってたんですけどシャルー目に、えー、でもなんか先輩とさ出るのも楽しそうだからさ出てみたいよね <laughs> でもさやっぱ17人いての12人公演だからさねっその。 メンバーがいなくて先輩に出てもらうとかなかなかなさそうですよね <laughs> 2回 <laughs> 出るメンバーをいろいろ変っていってああなるほどね <laughs> こんばんはマリーさんも出たいのね好きって言ってたもんね制服の目一緒に出たいね一緒にオオカミとプライドやりたいそしたらね <laughs> え、どん心配出たいで出たいうれ、ね、しいよね <laughs> 生地震かマジで青で一緒だったの奇跡 マリンさん、ココハ、ミオさんのトリオユニットみたい確かに。<coughs> あミルさん出たことあるんだ。目。<laughs> 目。僕もこれやりたい。一緒にやりたいです。<laughs> こんばんは初見コメントありがとうございますマリーさんはやったことあるの披露したことあるのかなオカミとプライドって 2>, 2人でう嬉しいねそうだねこいこいオカさんにもらってたね直直サインえ羨うらやましいよそりゃあもちろんオカ <laughs> はもう直にスマホとかに書いてもらいたいわ あプレマステラでやったんだよいんこはまだ研究生と仲良くしたいってこの前中ちゃんの切り抜きデックス見たえー、もうねここはもたくさんお話ししたいですでも一昨日めっちゃたくさんお話しできたので楽しかったですみくるさんとみゆさんとさーたんと一緒にめちゃめちゃさお話しできたので楽しかったです またお話ししたいです早く劇場で見えてもらいたいよいそうねみゆさんの一個上ですね私一個上なんですけど でもここからサインとか自分からたぶん頼めないな <laughs> ねゆっくりゆっくり話すのってさ楽しくない <laughs> ただ話す時間。僕が読めなハート作るとか想像だけできる <laughs> やば想像しただけで楽しいよねもう。ゆっくくさんいやもうほんと優しくて 面白くて、みくるさん我々の親はまあねここはメンバーだから <laughs> メンバーだからさここはこんばんは面白いキャラ <laughs> えー、先輩に似じゃないのしたかったけどまあ見れると思いますよ <laughs> 見れると思いますので。 世いに味方が恋せよとめかおじょうんうの長屋は雨です雨めでーす 雨雨雨雨,雨降る降るタンゃョチョンチョってか今何時ですか私今何時から始めたかも覚えてないんですけど私の分もらってほしいな <laughs> こう何時から始めたっけ覚えてないんだけどいやばもう20時から45分になったら終わりますじゃあ教えてください45分になったら びっくりびっくりエスコアでユニットできるならええー、ね全部やりたいんですよねでも <laughs> 全部なんかさや,やってみたいって思うえ全部マジで全部やってみたいユニットだけなんだね これもやりたいし、これもやりたいし、小指もやりたいし、これもやりたいし、全部ですね。全部やってみたいです。う <laughs> <laughs> 全部やってみたいよー <laughs> あ。ありうせね。 全部ですよそんなのもうあの全部あのー、何その「S」がとかじゃなくて「全部」<laughs> あの「S」のこれユニットが全部とかじゃなくて「全部」全部やってみたいです。 ケツとかいいもだし。チームとしての、グループとしての全部。全部ですよ <laughs> で。全部ですよ。そうそう、全部やってみたいよ。人が食べてるものって食べたくなるじゃないですか。それと一緒です。<laughs> そういうことですよ。 そういうことなんです。めちゃめちゃ可哀相でしょ。めっちゃ可哀相でしょ。そういう感覚。もうなんでもなんでもです <laughs> あ。ありがとうございます。<laughs> やりたいだけじゃできないと思うんですけどね <laughs>。 ありがといまたがりぽしありと。<laughs> <clears throat> 言葉にするのね大切大切ほんとほんとほんと結婚して悪態です言葉にしたけど叶わないこともあります <laughs> 確かにね12期生楽曲とかも もらえたら嬉しいよね。え笑ってる。みんな笑いすぎ。もうすぐお誕生日です。いやーおーおー。十七日。が。私の。十八歳、最後の。公演でございます。 えマジでさなんか今年誕生日の実感がなさすぎてやばい本当に毎年さめっちゃ言ってるんですよ待ってやばいここはもうあと1週間2週間ぐらい誕生日なんだけど毎日言ってたのにさ実感なさすぎてやばいなんでだろうねあなんか久しぶりだもうすぐ29歳の誕生日そうなの29歳になるんだ久々すぎないえもっと若いと思ってた24ぐらいかと思ってた 生えもうすぐ誕生日なのキョムプリンさんえ実感ないなんでなんでだろう毎年めちゃめちゃ言ってるんですようざいぐらいに周りに私が誕生日最初の LINE 誰だろうないっぱい来たら嬉しいなどうしよう日通とかしか来なかったら毎日言ってたんだけどねなんでだろう ココハが29じゃないよ、ハハになるんだよ19になるんだよ, <laughs> んだよマネージャーさんって送ってくれるのかなあっココハの5日後ねみんな寝落ちしてる <laughs> えでもさこはさんマリンさんに誕生日プレゼント渡したくて。 あの買ったんですけど渡せてない <laughs> ずっとさロッカーに入れてるんだよねここだけの話ね会えてなくて <laughs> もう誕生日過ぎちゃった <laughs> めちゃめちゃ過ぎちゃったどうしようって感じどうしようねえー、誰から来るかなおめでとう LINE どうしよう来なかった誰からも来なかったらどうしようね 優しいみんな <laughs> だいぶすぎちゃったけどね <laughs> まあまあまあ会えてないからしょうがない <laughs> 会えてないから仕方ないよねって感じ垣根田日表いや垣根田一番ではなさそうだなぁちょっと過ぎてから送ってくれそうケ <laughs> ーキポップありがとうございます一番誰かなぁ <laughs> うん あーママとかえどうなんだろうああ待ってここみんじゃんうち1番ほんと狙ってくれるの1番マジ嬉しいみんみんみん狙ってくれんのマジ嬉しい <laughs> 嬉しい大体いいさ起きてるもんね 垣根田はたまに寝てるけどココミンってかねゼロ時過ぎてもね起きてるイメージあるわ一番ね誰だろうねでもいやでもそんなそんなこなさそうゼロ時過ぎたところで2件ぐらいしかこなさそう <laughs> 2件ぐらいしかこなさそうだよ まあまあいいでしょうまあそもそも LINE の友達そんないないし <laughs> だからいいですまあひまたぎ配信もするのでね皆さんからのお祝いをお待ちしています先輩と連絡先はねそう交換してないです京香さん京香さん交換してないよ連絡先 交換してないよ002分02分 X 見ますみゆさんとも交換してない誰とも交換してないよ先輩 自分から聞いちゃダメなんだよねお、えー、イラストか描いてくれてんのやば楽しみすぎ楽しみすぎマリンさんいやいや来ないでしょ <laughs> サッカーはでも一緒に行きますよ行きます行きます大体できたてで大体たてで マタギでお会いできるからえ嬉しい嬉しいそう自分から聞くのはね NGNG ってさ何の略急にだけど <laughs> NG って何の略 ?not great みたいな <laughs> 違うか NG ノーノー 公園の集合写真ああ396って何りオつん1番かなノリノリ猫やめなさいあノーグッドなんだノットグレートじゃないじゃん <laughs> ちょっとあの規模下がったわノットグレートの方が大きそうだもんね規模 ノーグッドなんだ意外と簡単な単語でしたねノーグッドノーグッド規模感 <laughs> 規模感が。 あみくるさんねみくるさんともっと話したい仲良くなりたいですねヘグレートノーグレットってノーグレットってなんだよ

まだユニットまでしか見てないんだけどそれで流星も見てたから <laughs> <laughs> 雨の軌跡的に跳ねここも大好きその大好きだよ <laughs> はいせーのカラオケしてない はいせーの。うは見に行かないよ。生誕祭の最後の挨拶の流れ生誕祭もう3回やってるけどね。<laughs> 前回あーなるほどね。拘束ガチコイ言えない。 いや、言えそう <laughs> 言えそうこんばんでも生誕はね、サータの方が出てますね三尾丸さんの生誕祭も出てたのでそうそう高速価値が高いからメンバーコー大変そうだ

無事声が終わりました <laughs> そうめいさんの生誕祭もね出ましたそういえば <laughs> <laughs> 歌ってもらうことになった <laughs> おもろい もうすぐ四十五分だ。まもなく。ええー、そうだ、カラオケ屋さん、カラオケ屋さん。カラオケ屋さん。カラオケ屋さんから配信してんの。 カラオケ屋さんから配信するのね許可いるんだよねそうなんですよまあ、いつかいつかやりますね <laughs> カラオケ屋さんはそう許可がいるんですけどいつかやりたいと思いますカラオケ屋さんおもろいいつかやりますねではそろそろ終わりたいと思います あそう一回も告知してなかったんだけどなんかバレンタインくじ今日までなのでお気になる方はよかったらって感じでーすそれではーそろそろ終わりたいと思いまーすバイバーイおやすみトンジの列いないよお <laughs> やすみバイバーイバブー